ロッコ・ダニエル・バルデッリは、アメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンス郡、ウーンソケット出身の元プロ野球選手。右投右打ち。現在は、MLB のミネソタツインズで監督を務めている。3歳の頃に、自宅の裏庭で野球を始める。14歳の時に足を故障して、以来2年半ほど野球から離れていたが、父団に言われて、トライアウトに参加。そこで、納得のいくプレーができなかったことから野球への情熱を取り戻す。ビショップ・ヘンドリッケン高等学校では野球の他にバスケットボールやバレーボールでも活躍。2000年6月に MLB ドラフト1巡目でタンパベイデビルレイズから指名され、プロ入り。2002年に傘下のマイナーリーグで A 級ベイカーズフィールドブレイズから AA 級モンゴメリービスケッツを経て、トリプル A 級ダーラムブルズまで昇格。アリゾナ州キリーグも含め、この年157試合に出場し打率、323、20本塁打、93打点、36盗塁の好成績を残し、ベースボールアメリカ誌が選ぶ2002年のマイナーリーグ年間最優秀選手賞を受賞する。2003年にデビルレイズのスプリングトレーニングに招待選手として参加。イタリア系アメリカ人であることや、プレースタイルが似ていることなどから、ジョー・ディマジオ2世と呼ばれるようになり、球団もバルデッリに開幕メジャー入りと背番号5を与える。3月31日に2番中堅手で先発出場し、メジャーデビュー、ペドロ・マルティネスから初安打を放つ。その後も安打を重ねた結果、4月の月間安打数は40本となり、2001年にイチローが記録した月間安打数新人記録を1本更新する。後半戦には疲労から成績を落としたが、年間を通しても184安打、27、盗塁という成績を残し、新人王を逃したものの将来性を感じさせた。2004年も前年と同程度の成績を残したバルデッリだったが、以後は故障の多発に苦しむこととなる。この年のシーズン中には、大腿4頭筋を、オフシーズンには膝を痛めた。さらに右肘までも手術することになった。2005年は全休となった。2006年のシーズン途中に復帰した。オフには、他球団からトレードのオファーが頻繁に入っていたが、移籍せず残留した。2007年は故障者リスト入りして35試合に以下、出場できなかった。また、この頃にミトコンドリア病を発症している。2008年シーズン後にフリーエージェントとなった。2009年1月8日、レッドソックスと年俸50万ドルの1年契約で合意と伝えられた。2010年にレイズに復帰し、10試合に出場した。2011年1月26日に現役引退を表明した。2014年12月20日に、レイズの一塁コーチに就任したことが発表された。レイズのコーチは2018年まで務めた。2018年10月25日、ミネソタツインズの監督に就任した。2019年、就任1年目でツインズを9年ぶりの地区優勝に導き、シーズン101勝をマークした手腕が高く評価され、最優秀監督賞を受賞した。ポール・モリターを彷彿させるという打撃フォームからコンパクトなスイングでフィールドのあらゆるところへ打球を運ぶ能力を持つ。打席から一塁まで 3.85 から 3.9 秒で走る右打者としてはメジャー最高級の俊足を誇り、ベースランニングも卓越していた。しかし外野を守る際には後方の打球への反応が良くなかったため、初期は中堅として起用されていたが、外野両翼へのコンバートを余儀なくされた。ありがとうございます。